え皆さんおはようございます。立憲民主党の衆議院議員、原口和弘ですえ。今日はですね、ジャーナリストの皆様へと対して国政の視点をお送りしたいと思います。ちょうどあれは読売新聞の書資から言われてですね、検証戦争責任っていうプロジェクトに私も当時の民主党からですね、選んでいただいて、指名をいただいたのかなあの参加をいたしました。 自民党は、私の自民党時代の先生だった加藤浩次先生でした。で、私たちはずっと、なぜあの戦争に突入したか、亡国の戦争に突入したか、そしてなぜ3年8か月あの戦争がやめられなかったのか、そしてなぜ、あれだけのその軍隊が、 アメリカと戦うという非常に優秀な情報部門も持っていてそんなことをしてしまったのかということをずっと探求してたんですねポイント分のリターンはいつだったのかポイント分のリターンというのはここからこの点を過ぎたらもう後戻りできないっていう点ですねで奇妙なことに気づきました あれは昭和11年だったと思いますけども、国体の本義っていう本が出ていました。国体、国の体制ですね。国の体って書いて、国体。国体の本義でそこにはナチス・ドイツのことがかなり詳細に書かれていました。ナチス・ドイツのヨーロッパを追う個人主義とその危うさ、そしてファッションに向かうヨーロッパのことが書かれていました。 そ,そしてその,そのドイツは危険であるとナチスですね。いうことが書かれていました。でも不思議だったのはこれだけそのきっちり情報を分析している当時の大日本帝国がですねその直後に日独・日三国同盟を結ぶわけですね。なぜなんだろうって。真実が分かっているにもかかわらずいや分かっている人たちが いるにもかかわらず、なぜ舵取りを間違えるのかと。で、昭和、今11年の話をしましたけども、14年にも15年にも、ドルマの戦争に突入すべきでないと言ってた人たちはいっぱいいるんですね。で、なぜ、あのそれが力を持たなかったのか。で その力をを持たたななかっっつの理由がでですすね、ね。言葉を奪われるっていうことなんです、ね、力は最初に何を奪いに来るかって僕ら人間の社会で僕らをつなぎ止めているものを奪いに来ますそれは言葉ですさっきの,あのスペースでも言いましたけども感情的な「お前失礼なこと言うな」っていうこの一言でですね言葉を奪いに来るわけです いろんなものと戦ってる人たちの足を折り手を折りに来るわけですねでも折られるのは最初は手とか足じゃないです言葉です当時の大日本帝国の、まあ、帝国議会の議事録もずっと読みました今のまあ自分が現役の国会議員でこんなこと言うのはあれだけど今の国会議員と比べて当時の国会議員が劣っていたかというと決してそうは思いませんむしろ 優れていますねなのになぜ彼らは止めることができなかったか言葉を奪われるんですよある時は暴力によってさっき三島の言葉を、あのー、引用しましたけども今より暴力親和性が高いですね当時は。というか今僕がここで言ってるようなことを言ったら多分殺されてるんじゃないでしょうかね。 今はまだそこまでは行ってない。でも言葉を奪いに来るんですよ。で、ジャーナリストの皆様へということで、今日何を申し上げたいかというと、やっぱり民主党政権があんな無様な形で高転びしたおかげでですね、皆様の力も私たちの失敗が奪ってるんじゃないかって思ってるんです。増税に、 突き進んでですね消費税増税に突き進んでしかもアメリカのワーマンガーの,あの手先に成り下がっていくその過程でですねちょうどネットがこんなふうに発展してきましたからネットサポートを作ってですね言論を監視してそして皆さんの会社の中でもあるいは皆さんの組織の中でも皆さんの 言葉を奪いに来る、そういう動きがあったんじゃないかと思うんですね。でも、ちょうどその、天の岩戸が開くように、今またその、新たな真実の岩戸が開こうとしてると僕は思っていて、その、国会の中にいてもですね、じゃあ、今僕が言ってることが多数派かっていうと、決してそうじゃありません。多数派ではないです。やっと立憲の中では、 多数派になりつつあるかもわからないけども、日本の未来をつくる勉強会、この消費税についても、去年、おととしでしたねよ夜、夜に200回続けてやりました。でも、それだけやっても、まあ、なんていうかな、まだまだその日暮れて道通しと言わざるを得ないんだけど、しかしそういう時にどうするかっていうことを今日これから申し上げたいと思います。 ちょうどあれは27歳で県会議員に送っていただいたときでした。まあ、当時の佐賀県の県会議員の平均年齢が62歳。だから今、僕の年ぐらいなんですね。僕の年ぐらいの人が27、今の僕の年の人が27の人を見てどう言ってたか。お前に何ができるんだと。県議会、佐賀県には佐賀県の慣習があるんだと。 無所属で受かってきて暴れまくってるけど、お前が言ってるのはほとんど、あの、社長の老角だと。空理空論だと。言うばかりのことを、あの、ある議員から言われました。27歳だったんで、何を言うんだと。確かに経験は足らん。知識も足らん。だけど、自分たちは、 同じような思いをしてる人間がよそにもいるはずだと。で、探したんですよ。同じような思いをしてる人間を。ちょうどその当時、昭和62年なんですけど、昭和62年で、えー、当選してきた人間を横につないだんです。<laughs> まあ今、名前を言えばその多くがあの国会議員になってるんで、皆さんも。 ご存知かもわかりませんが、まあ言っていい人って誰がいるかな。うん、あ,あそうですね、えっと、今、えー、愛媛で県知事をしている中村時博君ですね、彼もそうだった、それから、うんと、首相候補に名前が挙がったっていうことでいうと、えー、野田聖子君ですね、野田聖子君。 それからまあよくここで名前あげてるんで今大分で逆方応援してるんで名前あげたくないんであげませんけどその人ですね <laughs> そういう人たちと横で結んだんですねそうすると何が分かったかというと確かに佐賀では僕にそのことを言ってる人が言うように少数派だしあの 論理が通らないけど横で結んでいくといやいやこれは僕ら力を持つんだということが分かったんですね <laughs> 無名の会って名前をつけてそして政経塾もあのちょ,うどちょうど20代で挑戦する仲間が結構いましたから青年政治機構っていうんでですねまあ、20代の仲間で作ったわけですで、そうするとですね その確かに60代の方がお持ちの経験、70代の方がお持ちの経験とは、それは比べもなんないけども、時を超えることができ、時を超えるっていうか、その時のギャップをですね、埋めることができるんじゃないかなって思ったんですね。で、結構、あの議員立法というか、県会議員ですから、立法ではないんですけど、条例。 こここんなととを作ることができたんですねで。今僕がやってる作業も世界の反戦の議員核廃絶の議員と横で結ぶその時と同じようなことをやってるわけですねでジャーナリストの皆さんにもまあもう皆さんは既にやっておられると思うけども例えば、えっと、ドイツのジャーナリストですねこの人すごい方ですね、うん セビウム・ガング・デーレンさんっていうんですね。セビウム・ガング・デーレンさん。彼女は昨日なんて言ってるかというと、西側はますます孤立してます。上昇する中国やインド、またはブラジルからの発展、そして南の国々の協力と統合は、多極世界への道が不可逆であるということを明確にしていますと。で、それは、 私があの書いた三気筒の農園の例を使用したどうぞ私の記事を見てくださいって書いてるんですね。で日本の中見てみると本当に閉じていてそして本当にみんなが下向いてるかっていうとそうじゃないんですよね。それぞれのところで戦ってる頑張ってる人たちがたくさんいます。だからこうやって朝あの スペースをやっていているとですねあの私もこんなことであの頑張ってるんですよってメッセージを送ってくれる人たちがいますでこの方も面白いあの方ですねこの方もジャ,あのジャーナリストなんだと思うけどスプリンターっていうこの方あ,のあれですねいつも送って あの、教えてくださる。で、昨日、その、チャイニーズ、チャイニーズディフェンスミニスター,、えー、中国の防衛省が、中国はロシアとグローバルセキュリティを維持する、まあ、世界の安全保障を維持する用意があるということを言ったんですね。で、 また別の人はですね、ロシアとインドが自由貿易協定を模索してますよと言ってるんですね。で、こういうのってもう日本のその国会議員だって知ってるはずなんだけど、インド太平洋の子とか言ってですね、それが今でもこう、機能すればいいなって思ってる。まだその冷戦時代の一極構造の頭でもってやってるから、まあ、 日本の大新聞の中にも、まあ、特にその、うん、持ち株のですね、持ち株会社が、えー、外国人持ち株比率の高いところからですね、皆様への圧力っていうのは結構強いと思いますね。まさにその極左のグローバリスト、DS、ワーマンガーの圧力は半端でないと思いますよ。だけど、あの、 もう今だと、例えばアラビア語が分かんなくてって、機械翻訳できますからね。特にこの頃あのジャーナリストとか、それから外から日本に帰ってきた方々がメッセージをあのくださいますねあの。アメリカ政府は今、ウクライナに支援することによって、アメリカ政府はですね、 アメリカ人今何を怒ってるかっていうとアメリカ人は自分たちの税金が不当に支払われてることに激怒してますねそれは向こうのあのジャーナリストから言われなくったって普通に流れてる地上波見てれば分かりますねでも日本人は政府がウクライナを支援することによって誰が利益を得てるかすら 理解してないんだっていうメッセージをくれた方がおられました。あの、いや、その通りだなって思います。で、その通りだなっていうものは、やっぱり力を持つんですよね。力を持つ。でも、戦争屋の真下にいると、それが分かんないんですよね。で、その真下にいる限りはですね、その真下の傘がむちゃくちゃでかいもんだっていうふうに 思えてきて、戦う力をそがれずっていうふうに、あの、思うかもわかりませんね。でも全然違いますね。あの、やっぱりさっき岩戸の話をしましたけども、力をですね、やっぱり人間は真実の動物なんだと思うんですよ。嘘800、あの、 並べていたらですね、ウソ800の連合っていうのは成り立たないんですよね。成り立たない。その戦争屋の口車に乗せられてですね、ヤマト魂までなくしてはならないって、何回か前のこのスペースで言いました。ヤマト魂っていうのは、あの、武士道とは死ぬことと見つけたりって、葉隠れが、あの、 悪用されたようなななそんな意味ではないではいすねあのヤマト魂和みの心ですね和までなくしてはならないそのアジアの成長を自らの成長に取り込むことができればですね再び私たちのこの日は昇るわけですねそのまさにそのヤマト朝廷っていうかあの頃の人たちが漢字からカタカナを 発明したように、それから私たちもその監視をそらんじるように小さい頃言われてきましたけどもまあ当時は武士ですね武士たちが監視をそらんじたわけだけど私たちの歴史の記憶を思い出せばですね私たちはその山と和,和みの心ですね人を和すあるいは国と国を和すその心を 取り返せばです、ね、何の怖いいいいことともなういいうふうに思いますねでやっぱりこの佐賀で、まあ、よくもうこれはあの国会でも言ったことなんで個別名を挙げて本当に逆に申し訳ないのなって思うのは当時 NHK からの,その初めて赴任した出川さんですね今解説員されているんで。 あの方があの吉野ヶ里遺跡の真実をみんなに伝えてくれたんですよね。でそれでやっぱり公共放送っってて大事だなって思いましたあのもちろんその時は STS 内藤さんという優れた副社長がいてその人がとにかく稲の道大陸からこの日本に渡ってくるまでの稲の道を原口さん研究しなさいって。 言ってくれて、稲の道とか全然分かんなかったんですが、その会長にしてもらってですね、そして吉野ヶ里遺跡を保存するっていうことができたんですね。優れた2人のジャーナリスト、彼らの年齢はもう全然違ってたけど、出川さんはその時、僕は27の県会議員でしたから、23とか4じゃないですかね、安住くんと同級生っていうから。 僕より3つくらい下ですかね、もっと下かなあの、とにかくスタートだったんですね、でも、スタートのジャーナリストが、というか、NHK の職員さんがですねそ、そこまでやってくださったおかげで、まあ、もちろん出川さんだけの力じゃないんだけど、あの内藤さんや、もう今亡くなられたその、市川房枝先生の流れを組む、牛島邦衛先生ですね。 それから太田清子先生太田清子先生は保健所のドクターですね今でも僕のあの講演会とか来ると前で大きな声出してですねやってくださってますで是非皆さんにジャーナリストの皆さんにこの岩戸が開くんだともう そこまで来てるっていうことをですね今日申し上げたくてこのスペースをさせていただきました。静塚さんありがとうございました。この、えー、スペースの,あのルールをここに貼っていただいてこれすごく助かります。それじゃあ皆さんどうぞ今日も良い一日をごきげんよう失礼します。